いや、実によくできています。水が染み込まないようにするために小砂利を敷いてみたり、そしておがくずで水の流れが見えるようになったり、この堤防っていうのかな、アルミホイルを作って段を作ったのもすごい。河口には砂も堆積してるし、コップから流す水の量もすごく適切。女子チーム本当によく頑張りました。溜まった水は雑巾ですくい出したりし、全部自分たちで考えてやったことです。一方こちらは前回の男子チーム、砂がどんどん水を吸っちゃうからなかなか水路を水が流れない、なのでバケツで水を流してました。さあそしたらその後が大変、砂がどんどん水を吸っちゃうし、それでもさらにバケツで水を流し込むもんだから。でもそのおかげで大雨が降った時の水害を実感することができました。水を含んだ土砂の破壊力、床にあふれた泥掃除の大変さ、だからボランティアが必要なんです。前回の失敗を生かして再実験したのがこの写真です。石が流されること、石の周りの渦、大きな石は残るけど細かい砂は皆流されて平らになってしまうことなどを読み取っていました。この実験に取り組ませて本当に良かったです。